やっぱね、そうだね、志村けんといえば酒と女っていう、これね、いや本当に、そうそう、やっぱね、これ今話してるっていうのはやっぱ志村けんの功績を称えるものではあるけども、そうです、そういう趣旨だけども、やっぱ神格化はしちゃいけないと思うんですよ、うん、そういうことではないんですよね、うん、やっぱりあの、まあ、有吉弘行という人がね、うんうん、言ってたけど、うん、やっぱ志村けんはすごく誰も傷つけないネタをやるから愛されたとか言ってる、言われてるけど、そうじゃねえんだと、やっぱひどいネタとか下ネタとかエロネタとかそういうのをガンガンやったから愛されたんだっていうことを言ってたね、すごいよね、ね、有吉さん結婚おめでとうございますってことで、おめでとうございます、まあ、いいお嫁さんいただいて本当に、ね、結構羨ましい限りですよ本当になんかいや俺結構夏目ミク好きだったんだよ。ああ、そういうことか、なるほど、でもまあね、よかったね本当ね、うん、よかった、いや俺も一生独身かと思ってたよあの人、いや本当に、うん、そういう意味ではね、女の話ってのはあるわけですよ本当、うん、でもさ、うん、そのまあ志村けんの功績は、うん、多大なものがあるじゃない、やっぱこう、そうだね、後輩芸人がみんな、うん、リスペクトする、そうだね、もうまあダチョウのね上島竜兵しかり、肥後しかり、そうだね、うん、多分ジモンはそんなに使ってねえんじゃねえかって あの人ね、我が道行き過ぎですわ行き過ぎだよねたまにいない時あるからねまあまあまあ、びっくりする、だ最近だと千鳥の大悟とかね、いやーあれはさ、だ、うん、ね、一時期さ、そのね、うん、志村けんの訃報が流れて、うん、大悟が沈黙して、うん、みんな心配したもんね、ねえ、そうそうそう、でまたね、うん、でも志村けんの愛車のロールスロイスを買ったりとかね、買ったの、買ったっていうか譲り受けたのかな、なんかね、うん、あとあれでしょ、その行きつけのバーとかスナックとかの、うん、志村けん師匠のボトルキープを勝手に飲んでるみたいな、うん、あ、勝手に飲んでるまあでもそれは、ね、すごくない、でもそれに手つけられる間柄ってすげえよなと、うん、いやでもあっちの世界で志村けんは苦笑いですよ、もうしょうがねえなこいつはっていう、だもうほんとね、あ、いい話だなそれ、ほんといい話、うん、でやっぱりその大悟の話になると、うん、やっぱあの人はまあご多分に漏れず、あの年代のご多分に漏れずダウンタウンに憧れて、うん、まあお笑い芸人になったんだけど、うんうん、ちょっと考えを改めたと、ダウンタウンはお笑いの教科書の10ページ目だと、うん、だドリフとか志村けんさんみたいな人が1ページ目だから、そっから始めないとダメなんだっていうことで、やっぱ確かに、うん、そこはやっぱりうわー、なるほどな、だから放送作家のね、高田文夫っているじゃないですか、うん、いますね、彼もなんかだいぶ昔に言ってたけど、今のそのちっちゃい子供たちが気の毒だなって思うのは、ドリフがね今いないっていうのが、テレビにいないって、いや本当だよね、うん、だからいきなりそのちょっとレベルの高いのを突きつけられてもどうなんだろうっていうのは言ってたけどね、うんうん、やっぱり基本的なところから行った方がいいんじゃないかなっていう意見がね最近多々出ているけどね、うん、だまあそれこそうんことかちんことかの話ですよね、ね、もうまさに加トちゃんのうんこちんちんなんてもうまんまじゃねえかっていうね、いいよねあれだよね、もう本当に、いや本当に、ね、いや本当だな、うんこちんちんっていい、うんこちんちんやばいよね、今思えばなかなかこれはねえ、アライチューの This is a pen ってうわ、いや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 、ね、まあ、まあね、ドリフもいろいろあったね確かにあら本当ね、
女女性の話ってなるとさ、うん、こう、まあ、志村けんはよく、まあ、自伝とかにも書いてるし、まあ、テレビでもよく言ってたかな、うん、やっぱ人恋しい、人肌恋しい、なんかやっぱ一人だと寂しいっていう人は人なわけですよ、うんうん、まあ女性はね常にいないと寂しいなっていう人だから、そう、なんか、うん、なんかあれだよね、芸人もなんかじゃあ志村さんと会った時に、うん、やっぱ必ず隣に女性がいるって言ってたもんね、うん、ああそうなんだ、あそうそうそう、やっぱまあもう好きっていうのを通り越してなんかもう生活必需品みたいな感じなのかな、そうだよね、そうそうそう、ね、だからそういう意味ではまあなんか、ね、やっぱ本当結婚は本気でしたかったらしいし、ね、うんうんうん、子供も欲しかったっていうね、いや本当に本当ね、一人で、ね、亡くなってしまったっていうのは、まあ、ちょっと気の毒かもしれないけど、そういう意味ではちょっとそういう意味ではっていうか、二十歳の時ね、そのなんだっけ、当時16歳の女性っていうか女の子と同棲してたのかな、うん、でその時にまあ子供を授かってはいたんだけどね、やっぱちょっと、うん、うーん、なかなかね、うん、っていうところがあってね、そう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 、やっぱね、いかりや長介からはスタンドプレーしてんじゃねえ、勝手なことしてんじゃねえ、付き人の分際ですっていう感じがあるよね、うん、そうだから、もしねその子がねいたら今50歳ぐらいだよね、うん、俺らより年上なんだ、年上なんだよね、まあ、確かに二十歳の時の子だからそうなるかっていうね、そう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 、やっぱね、まあ、これは自伝で語ってはいたけど、うん、うん、そうだからよく言ってたのが、もし子供がいたらこう一緒に酒を飲みに連れてったりとかして、うわ、あとバカ殿の格好をさせてバカ殿の2世にして共演したいとか言ってたよね、うん、うわ、だからまあ、ね、いいな、微妙なところであったね。